はい、さて始まります。上げ出し B 今週の試合実況、森本荒川でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半ややゆっくりめのスタートと言いますが、そうですね。純君がちょっと出てないので、あ、出てないね。あ、美濃さんファーストタッチ。チームのチャラを今はサブでおります。さすが武さん、素晴らしいスルーですね。で、あ、純也さんナイストラップ。アイボレット美濃さん。あ、いいいい。あ、惜しい。あ、全然取ってない。やべ。全然取ってない。ボールを。あ、そうですね。上げ出し B 最初のコーナーでございます。めんどくさいでこれ。さすがタケさん、体を張ってセーブをする。練習9対1で勝ったんで勢いに乗ってますからね。それ上げ出し B 現在リーグ3位、2位じゃない、1位か2位、リーグ2位、勝ち点17点ぐらい。試合してないで。あーっと、最初のゴール決められる。これはちょっと厳しい展開になったか、上げ出し B。 そこまで喋んなくていいと思うよ。疲れたね。あー、疲れたね。今日休み？いや、6時から入った。6時だしょ。休み取っといてやんない。もうマスター多分もう知ってるぜ。シュートだね。いけ、シュート。カツさん、一度奪いましたね。素晴らしい。それでファールを座ったらこっち。いや、なんかね、座るとね、取りづらいんで。いや、素晴らしいパス。おいた、オンのゴーゴーゴー。オレ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 、全然ダメ。なんなんすかこれ。ラウール。今週は守備の要宮本くんがいないので、伝説の宮本。そうですね、あの二刀流伝説、宮本武蔵の子孫と言われる宮本明。今日は試合出れず。そうですね、でちょっと守備の面でちょっと不安だったんですが、見てる感じいい感じですね。森本さん、どう思います？そうですね、ボールはきっちり見えてるようですし、鉄の壁というものを見せてもらいましょうか。ちょっと噂にしたんですけど、最近ゴーちゃんとジュン君がどっちが早く彼女を作るかっていうレースっていうんですか、ゲームをしてるらしいんですけどね。そうですか、そしたら今はジュニーの方がチャラいので、数的には圧勝していると思いますが、ゴーちゃんのと言いつつゴールを決められてしまう、ちょっと厳しい展開になりました。上げ出し B、 ゴーちゃんペンキンみたいですよね。まるで氷の上を滑らかに滑ってるような感じでしたね。やはりタッパでは向こうの方がかなりアドバンテージがあると言いますか。今の胸っすよ。おう、ファインプレーを見せましたですよ。あー、3対1。あー、さすが勝った。行ったがボーリングで滑ってる。あゆく繋げなかった、残念。はい、ゴールキーパーゴーちゃんがボールを持つ。あ、いいですね。あ、いいですよ。いや、今難しかったね。ちょっと惜しかったですね。今のは繋げればゴールだったのかもしれませんね。いい、ファインセーブバイゴー。もっとメンバーチェンジですね。はい、これは完璧なファール、イエローカードをいただきました。相手チーム
イエローカード1枚目でございます。じゃあキモいやつ出ましたよ。キモいやついつでもしてる仲間言うと、現在今彼女と遠距離恋愛中張り切って調子乗っていいセーブを、いや、いいプレーを見せることができるのか。ボケ1ですね、今ボケ1で、いやいや、あ、言うといいとこにいるか。残念なくボールは来ず。いやー、いい守備しますね、竹さん。守備面では伝説の宮本氏と同じぐらい、もしくは上か。上ですね、確実に。勝さん奪った、あーっと前線にボレたが、皆さん追っかける。His foot was in. はい、今僕のおかげで、はい、はい、シュウちゃんのおかげで、いや、シュウちゃんのヤジのおかげで今フリーキックとなりました。ナイスプレー、荒岡、ありがとうございます。はい、中山で言うとボールを蹴ります。はい、パスいやいや、力、足が浮いてるように見えますが、それが致命的なミスにならないように思っておりますが、えい、ゴーちゃんへのパス。いや、素晴らしいです。落ち着いてますね、落ち着いてますね。冷静にパスを出した。綺麗につなぐ、ユートど真ん中で失敗、なんと失敗してしまった。中村ユート、危ない、カウンターです。あえ、中山ユートだっけ。中村、中山そうですね中村ゴーちゃん、おっと来ました。ここでチャラいですね、青いの来てますね、下に。お、なんか一人だけ目立とうとしている選手がいる。有馬淳、22歳、身長不明、体重不明、趣味チャラ。いや、淳君高2の時言ってたんですよ、1000人にモテるよりも一人に本気で好きになってもらうのが方がいいって。ああ、そうですか。で、今日独占インタビューで言いましたのが、お、素晴らしいセーブで敵チームも、ユートがボールを要求してます。チャンスだけ、おっと、ジュニ君、ジュニー、今まで食った女の数100から先は覚えてないそうです。100まで覚えてる、すごいですね、さすがです。ちなみに森本さん、ジュニ君はどれくらいいってるんですかね、ここら辺は。はい、と言いますと、正直ですか、はい、もう週2ペースですか。手の指1本ぐらいのペースで毎日毎日ですね。いいボールです、ね、いいボールです。言うとドオープンだったのがマークされてしまい、シュートコースを塞がれました。いや、パスコースだ。おっと、またボール12位が、あの、お、ユートにパス、なんと失敗いや、タケさん素晴らしい、タケさんナイスフォローをする。タケさん、はい、アニマジュン、チャラを行きます。一人で持つ、おっと、パスは失敗、繋げなかった、残念ですね。ちょっと調子乗った反チかもしれませんね。はい、今喋るんで、これおー、ナイスキーですね。お、ヌユートにこぼれ球が、あ、コケニーですね、コケニー、コケニー、中山ユート現在コケニー。ジュン君が怒ってます、スライディングはダメだろチーム内でヤジが飛びます、仲悪いですねチーム内で乱闘が起こらないよ。あった、落ち着いて、ゴーちゃんが止める。今のはゴーちゃんの判断ですね。竹さん相手